僕は小さい時からロボットになりたかった。グレートマジンガやライディの見て、なんで人間として生まれてきたのかわからなかった。ある日、ロボットになれるように朝から夜まで神様にお願いしてみた。朝目が覚めたら僕はロボットだった。マジンガやライディンのように鋼鉄ではなかった。ガンダムのようにビーム砲はついてなかった。いや、僕はそういうロボットじゃなかった。でも僕の筋肉が前の日よりちょっとがっしりしていた。走るのもちょっと速くなったし、いつも怖かった隣の犬はもうそんなに怖くなくなった。僕は完全にロボットになっていた。ロボ犬11号、行きまーす。数時間ロボットとして生きることを楽しんだ。でもそのうち寂しい気持ちが忍び寄ってきた。外に出てロボットの仲間を探した。でも一台もいなかった。僕は一人ぼっちだった。もしロボットが涙を流せるとしたら、その夜僕は泣きながら夢の世界に溶け込んだのだろう。何回も人間に戻ろうとしたけど変身失敗ばっかりだった。変身ナムアミホー。ある日、すべての神様に人間に戻れるようにお願いした。バルカタアダノイ。朝目が覚めたら僕はまだロボットだった。もう人間には戻れない。ロボット is forever。 ロボットは死なない。この地球が滅びてもおそらく僕は一人ぼっちのまんま宇宙に浮いてるだろう、永遠に。それは僕が選んだ運命である。僕はロボットだ。